調布市千川劇場は、東京都調布市千川町にある市営の劇場である。左手前が、東京アートミュージアム、その奥が、調布市千川劇場、アクト地区と呼ばれる、総合文化芸術の街としての都市開発地域の中に、東京アートミュージアム、シティハウス、千川などとともに、全長432メートルの大規模な町づくりの一環として建築化。 安藤忠夫によって設計され、2008年にオープンした。当初芸術監督制が取られており、その後コーディネーター制に移行した。2019年4月から指定管理者制度を導入、公益財団法人調布市文化、コミュニティ振興財団が運営管理を行っている。年間の約50%は劇場主催の自主企画事業が行われており、また、 周辺の商店街、教育機関と連携したイベントが企画されている。千川劇場サンデーマティネコンサート午後への、前奏曲、ジャズアート千川親とこのクリスマスメルヘン戦、川劇場演劇コンクール市民参加演劇戦、川ピアノオーディション千川シアター121、千川劇場アンサンブル公演人形演劇祭、命調布市千川劇場ディレクター陣が語る、チーム性だからこそ、 舞台演出家、佐川大輔インタビュー、調布支線側劇場への思いと、劇団ティーターマメンツの発信力を語る。ありがとうございます。